伊良ハラダム演奏とダムのモニュメント、伊良ハラダムは、福岡県京都郡宮古町西川伊良ハラ地区、二級河川、原井川の中流域に所在する県営ダムである。原井川は急流であるため、1979年6月梅による大雨や1980年8月に豪雨などで、たびたび河岸の決壊や氾濫、洪水を起こし家屋の流出、前半海や浸水、 農地の浸水などの被害が出ていた。その一方で猛暑の影響で渇水が起き水不足が深刻な問題になっていた。そのため、洪水調整や周辺の農業用水の確保、田川地区及び北九州地方への水道水を確保することを目的とした多目的ダムが建設されることになった。それがこのイラハラダムである。本ダムは、 国庫の補助を受けている河川総合開発事業で、事業名は、原井川総合開発事業、最終的な全体事業費は758億円。1974年に実施計画調査を開始、当初は2000年までに竣工する予定であったが、用地買収などの遅れにより工事が進まず、竣工時期が2度にわたり変更され、最終的には2017年度となった。 またこの事業に対しダム建設の是非も問われたが2011年に1月末に福岡県が事業継続の方針を打ち出し、同年5月には国土交通省が国のダム事業見直しに絡み本ダムの事業継続を決定した。近年国土交通省が建設中及び建設予定のダム事業を検証し事業の是非を再検討している中で、 事業継続が決定されたのは本ダムが最初となる。計画では高さ八十三点零メートルの重力式、コンクリートダムで、堤高八十一点三メートル、総貯水容量は二千八百七十万、立方メートル、中水面積は三十六点八平方キロメートルにも及ぶ。田川地区水道企業団と京地区地区、水道企業団への浄水道水供給を予定している。 2018年3月4日春工事業着手から春工まで43年を要する長期化ダム事業となった。ありがとうございます。